いたたた。てかもうちぎれるかと思った。痛かったこれ。音が全然違うし、ほら。カッチョブー、カッチョブイブイブイ。さすがこれ。ハイパーダッシュモーター、これ、レベルが違いますわ。どうも、ちゃまくんです。この動画を再生していただいたあなた、ウルトラ大当たり、スーパービッグボーナス動画となります。YouTube にそんなシステムはないということですけどもね。買ったでしょ、ミニ四駆。で、それと同時にね、いろいろパーツを買ったんですよ。こんな感じでね、もっとあるよ。こんな感じで、どんどんどんと。もうこんな感じよ、私、ラッキー、どうしようかしらって考えてたんだけどね。二つ前ぐらいの動画で、まあ、紹介させていただいた僕んちのコーナーでね、コメント来てたんですけども、いただいた、コメントをね、ミニ四駆やってる方からいただいたんですけども、その、ミニ四駆キャッチャーね、このミニ四駆キャッチャーがこれコースにはまらないっていうことはタミヤの、あの公式の車幅じゃないからそのコースでは使えないパーツいっぱいありますよってことでね、こういっぱい買ったのね。さっき見せたやつ、まあ、こういうのとかも買っちゃってるんですよね。こういうファーストトライパーツセットってね、これバンパーね、バンパーにいろいろやったりするやつとかもこれ全部使えないんだって。これ全部使えない悲しみちゃまくんでいろいろこう見ていった結果よ、使えるやつっていうのがね4種類これだけになりました。悲しみよ、悲しみがすごいんだから。うん、そしてこのカーボン強化ギア、これに関してはスーパーダブル X シャーシがねでは使えないということで、もう鼻から使えないということで、これはもう僕には必要ないものとなってしまいましたんで、まあアフリカの方に送りたいと思いますけどもね。このスーパーダブル X、 スーパーダブルX シャーシをゴールドターミナルと、まあ、ハイパーダッシュモーター3で 72mm の中空ステンレスシャフト、あとはあとどれだっけな、 あとこのベアリングですね。この4つを今日つけていきたいと思いますけど、なかなか思うようにいきまへんな。これしまっておきます。こんなによ、こんなに使えない。参考にですけどね、今現在どんぐらいのスピード出てるのかちょっと測ってみましょうね。はい、いきますね。やめろ。え？こっちの手でスタートできないよ。こうだね。こうだ。はい。はい。よいしょー。どうなってるかね。じゃあ作っていきましょう。まずはね、まずはこれ、スーパーダブル X。スーパー X シャーシゴールドターミナルから。これはね、手で触っちゃいけないから。知ってるよ、これ。いろいろ勉強したんだから。こういうのもね、ちょっと100均行って買い揃えてきたんでね。これどこだっけ？このね、ピンセット使いますよ。で、これね、見ていただけると、これも100均で売ってあるんですけども、なんだっけな、商品名。剥がしちゃったな。これ美人綿棒というやつでね、目元、口元のメイクに80本入りで、これ普通の綿棒と違ってね、先が、これ尖ってるんですよね。尖ってるんで、これ、ギアのね、間の汚れ取ったりとかすごい便利なんですよ。もともと目元にアイライン引くときとかで、ちょっと塗りすぎちゃったなっていうのをピュッと取るやつに使ってたんですけども、それ思い出してね、あ、これミニ四駆にも使えるやっていうことで、まあ、メイク、もう使ってますけど、引き続きミニ四駆の方にも使わせていただいているという形ですね。でピンセットね、これ。ゴールドターミナル、なんか田沢くんが言うには、このノーマルのやつをなんか薬品でなんかして、ああしてこうしたらいいんだよ邪魔くんなんて言ってたんですけどね、それちょっとね、まだちょっとレベルが高すぎるんで、僕にはもっと早くミニ四駆行け、もっと早くっていう気持ちになった時にやらせていただこうかなと思っております。よしよしよし、あれ一瞬今触んなかった？一瞬ちょっと触っちゃったような気もしますけど、こうか、こうしよう、これでいいんだ。そうだそうだ、頭いいな、おい頭いいな、さすが工業高校卒だ。これ怖いよ怖いよ、ちょっとずれてるもんね、ここがね、もう。ここもちょっとずれてる。もともとここにあったのが、ここ来ちゃってるから。いける？いける、邪魔くん！平行よ、平行。あ、はい、はい。は、は。
おーしよ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 し、いったいったいった、はい、置きまーす。で、ピンセットよね。これか。傷つけないよね、これ。ああ、お、あ、油、やばい。ついたんじゃないこれ。うわ、油ついちゃってる。どうしよう。ティッシュでいいのかな、ちゃんと洗った方がいいのかな。ティッシュで。ここ、関係ない。ここ、あ、裏側だから関係ねえや。ラッキー、ここは汚し放題のとこだ。いくらでも汚してやるや。あ、よし、動く動く、これ成功ですね。よし、前の方はこれで OK だ。邪魔くんを舐めるんじゃないぞ、この手先の器用さは。杉並区で2番目に手先が器用だと言われてるよ。そしてこのね、ダブル X シャーシ特有のこのモーターが、これね、ペコッと開いて、はいはいはい、こっから取り出せるよと。素晴らしい、おしゃれ感よ、これ。裏から行けるみたいな、裏口からね、お疲れ様ですみたいな感じですよ。で、どうすんだっけこれ、は、こっからか。こうか。な、これ難関だな、おい。これさっきよりマジで難しいから。いけないんじゃないこれ。いける？邪魔くん。うん。いける。ああ、邪魔くんはいけるって言ってるね。オッケー、やばいよ。これどうすんの？V 字にね、この端子の部分を V 字にして、したら速くなると。聞きましたぜ、邪魔くんは。耳立てて、聞き耳立てて、隣の部屋の。よいしょ、はーい、いった。さあ、これだけでも、ちょっと速くなるのかしら？どんぐらい速くなるのかしら？俺結構このパーツ好きだったよ。覚えててくれてるから、俺のこと。ちっちゃい頃の邪魔くんもよく使ったんだ、これ。どうなんだろう？どうなんだこれ、速くなったのか。ミニ4よ、ミニ4ちゃんよ。よし、測ってみましょう。結果変わりませんでしたけど、ちょっと磨いてね。これでいける？ちょっとは変わんのこれで。お、速くなったなこれ。どうしよう、変わんなかったよこれ。付け方悪かった？ちょっと後で調べてもう一回やってみようかな。次はちょっとモーター行こうか。モーターね、別に汚れてないような気するけどねこれ。でもこの黄金に輝くの様がキラキラしてかっこいいね。行っちゃいます、ハイパーダッシュ。これは速くなるよ。モーターっつったら人間で言えば心臓でしょ、牛で言ったら心臓だしね、犬で言っても心臓なのよ。一回これ拭きましょう。おっと、邪魔くん忘れてるよと。これね、これでほら全部きれいに取れるんだから。これは速くなるでしょ。これはね、間違いないよ。モーターだから。人間で言ったら心臓部よ。皆さん、羊で言ったら心臓部。ちなみに、このモーターの鳴らしっていうのが難しいって書いてあったんでね。それも今度チャレンジしてみましょう。どう？おお！音が全然違う！音が全然違う、ちょっと！おお！さあ、行ってみますよ。早い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 、こんなに早くなったよ。どんどん改造してもっともっと早くしていくよ。今日はこれで終わりだよ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。